はい、今日2月の5日土曜日、あっちゃんちのお昼ご飯は納豆、安曇野納豆、塩納豆ね、長野県産の、それと、平貝卵で TKG します、ごぶづき米で、ナスとカブラの漬物とおすまし、おふのおすまし、これね、かまぼこ入れもね、かまぼこなかったんで、食べましょう。はい、では、いただきます。今日ね、朝からお風呂入ったから顔がね、ピンク色してね。はい。はい。平貝卵。平貝卵やから、3個大きいのとちっちゃいの。差があって。では、生地を入れます。まあ、白身だけ入れてね、混ぜ混ぜして、後で。最後の面白ないギャグはいらんよな、うん、最初の面白くないギャグやんじゃね。あ、最初の、うん、犬映しとったから。そうなんや。犬映さしてて、で、醤油、うん、お醤油綺麗。いやでもこれでね、しっかり混ぜて、まず食べます。いただきます。うん、おいしい。うん、おいしい。うん。安曇野納豆。安曇野納豆はね、長野県産大豆使用で、ね、納豆、長野県産遺伝子組み換えでない納豆と、で、大豆と納豆菌が入ってるの。偽納豆菌じゃないの。それと、長野県産の藻塩が入ってるのよ。もうちょっとね、塩もこだわって、ちょっとだけ使ってみます。納豆ね、もう、あちゃんね、ちょっとしたことやねんけどね、やっぱりいろんなもの、は、こだわりより塩こんだけ。こんだけしか入ってない。昨日アコちゃんに納豆食べて、塩で食べても美味しいよって言ったら、入れすぎたもんね。しょっぱいとかで、ね。な、はい、塩、納豆を塩で食べるとね、なかなか美味しいのよね。昨日岩戸で食べって言って、ちょっとこのついてたもん塩を使ってみて。贅沢したので卵をダブルで入れて、2つ入れてね、いいよ、いいよ、
美味しく食べたらいいの。ご飯まだもうちょっとあんねん。ああ、もし美味しいな。また後で見よう。うん、塩納豆美味しい、うん、豆の旨味がね、すごい出てうん、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 ね、うん、おそばにも美味しい。おそばにも出汁から取ってるから美味しいよ。どういうするのかな。うん、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 おいしい。うん、おいしいね。どう、塩納豆。あ、ユース塩足す。おいしい、もう納豆が好きじゃない。うん、足洗い、足洗い。ええやつにこずぶってないの。豆の旨味がすごい出てるよね。あなた、あれご飯で。うん。
うん、あと塩足らん、ちょっとかけてみる。はい、うん、ちょっと塩だから混ぜて食べ。美味しかった。うん。まあ、正直ね。なことや。味変わった。ああ、美味しかった。ちょっと筋通しようだよ、薄いな。はい、ということで、今日のあっちゃんちのお昼ご飯は TKG と納豆、お漬物とお吸い物でした。美味しかったです、ごちそうさま。こんなお昼ご飯もありだと思います。では、またね、バイバイ。